尻尾の先端が剥げてていいることに気づいてうーん、これは毛穴詰まりですね。ということで、尻尾ケアをしてもらいました。こんなとこ触られるなんて恥ずかしい。尻尾も綺麗になったところで、生まれて初めての健康診断に行くよ。お供するおもちゃを選んでもらって、いざ出発。いざ来ワクワク動物病院の中では動画が撮れなかったので再現 VTR をご覧ください。はーい、こんにちは、まもるくん。今日は健康診断をしますね。ワクワク。では、お腹を触ります。んなんか硬いものがある。え 何ですって何か食べ物食べました先ほど大量のカリカリを食べていました。あ、それですね。一周ヒヤッとしました。マモルくん病院でも大量のカリカリを食べれるなんて健康ですね。はっはっはっは。待合室で大量のカリカリを食べて先生を惑わすという余裕まで見せたのだ。飼い主はほよほよ疲れましたわ。これからも健康にいっぱい食べていっぱい寝てね。お腹減った。